はいどうも、 BGM が非常にいいミストです。はい、本日はですね、メンテナンスが明けまして星のドラゴンクエストとのコラボが始まったということでですね、まずはガチャの方を引いていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。来たガチャがこちらですね、星のドラゴンクエストコラボ記念ビアンカ装備大空美代子とテリー装備イザヨイミツルのガチャでございます。はい、まあ先日ね軽く性能面の発表ございましたが、改めて詳細の方見ていきたいと思います。まあいつも通りの感じかな。初回パース25個で PR 以上のバナナキャラ1枚確定、2回目がパース40個で SR 以上のレベルキャラが2枚確定で、3回目パース50個で SR 以上のバナナキャラ1枚確定で、4回目がバナナキャラのみ出現ですね。で、5回目がまたエサリチョのバナナキャラ1枚確定で、6回目がエサラの選択ガチャ券1枚もらえますと。で、最後7回目が PS サラの選択ガチャ券ということで、これはめちゃくちゃ良心的ですね。はい、どちらか 50% 勝負せずに済みますと、しっかりとね、好きな方選べる PS サラの選択ガチャ券がいただけるということで、これはめちゃくちゃ、いいガチャかなというふうに思っております。確定分が1315個に、なるのかな。で、出現割合がどんなもんですか。 22.76%、 まあいつもより若干低い感じですかね。はい、で改めてまあ性能面おさらいしていきましょうか。まずはテリー装備イザヨイミツルですね。守備打撃の前エイベー、金徳野手ならカリスマ及び芸術的流し打ちまたは古軍奮闘、投手ならカリスマで、追加枠万能パワードリンク持っていて総力上限アッププラス8持ちですね。はい、このまあテリーイザヨイが今回の目玉キャラになってくるかなというふうに思っております。で、次がビアンカ装備大空美代子ですね。筋力型の2種連前イベのキャラで、金徳野手ならホームランフィーバー及び奇想本能、投手ならみなぎる活力で、肩上限アッププラス8持ってるっていう感じですね。はい、まあ両方ね前目のキャラとなってますので、まあメインでねガンガン使っていくのはまあテリーの方になるんじゃないかなとは思っておりますが、はい、まあデッキ組むのもね楽しみなんで、まずはガチャの方引いていきたいと思います。まあ無料10連ガチャも来てるんで、こちらから参りましょうか。これでサルとか引きたいよね。まあ引けないと、せめて PR、 お PR だ、ナイス。ビアンカの方でしたけども、まあまあ PR はでかいですね。ありがとうございます。では参りましょう。選択ガチャ券なんでね、今回は安心してガチャ引けますね。さあ6連ガチャ、おお引いていく。さあ何、おお、これはいい引きです。 22% を射抜けました。テリー装備ちょっと能力カンニングしちゃいますか。あーなるほど、これってイザヨイ本家とほとんど同じ。通り20丸、阿部比、粘り打ち、守備職人、リベンジ、トリックサ、ラインドライブ。いやでもなんかラインドライブとか持ってなかった気がするから、まあまあいい感じに強化されてるのかな。ラインドライブはねちょっと外れになりそうだけど。さあボーナステーブルがタックが80、仕上げでもらす 20%、 追加枠万能パードリック得意レースアップ 20%、 これで練習効果アップもあって、初期用がちょっと若干低め、45で骨詰めともらす 160%、 練習効果アップ 20%、 強いなこれ。45の時点で練習効果アップ 30%、 交通ボーナス 160%、 試合経験でもらす 20% でしょ。これはなかなかにいい性能。骨イベント率アップだけないのか。で、これさ、あれじゃないの、50で、これ50で基礎ボラ入る、えぐいテーブルじゃない、もしかしたら。それはね、厳しいものがあるんですけども。まあまあ、PSR 選択権もらえるんでね、ちょっとそこでまた改めて PSR のボーナステーブラ見たいと思います。いいテリー R。で参りましょう。ここは SR ランダム2枚ですね。なんでコラボキャラが出るとは限りません。初回で引けたのだいぶ運が良かったな。さあどうですか。おお、ビアンカも引いていく、いいですね。能力チャンスとアーティスト、これならミオちゃんまんまかな。あれミオちゃんチャンス持ってたっけな。
もうこれシンプルでいいですね。はい。チャンスコツマジでね、めちゃくちゃ貴重ですからね。低用でチャンスコツ取れる取れないかでマジで経験点2万点くらい、もっとかな、浮くと思いますんで。はい。これはやっぱでかいですね。さあ、ボーナステーブル。骨イベ率アップ 30%、骨イボーナス 120% をすでに持っていて、パワー骨を、そう来るか、仕上げでもらす 10%、保有でも仕上げでもらす、なんで、これ 20% ですね。筋力ボーナス、練習効果 20%、タックが80%、骨イボーナス 160%。お互い45まで解放すれば、もう 160% 骨イボーナスが乗るっていう感じですね。はい。で、お互いしっかり練習効果アップ持って、いて仕上げてもらっても 20%。 はいはいはい、これはちょっとね、適正的には抜群の性能してますね。うわ、ちょっと引き良くない20連でテリー SR2 のビアンカ SR1 なんだけど、なんか稀に見るいい引きをしてる気がする。で、ここはどっちか確定ですね。さあ、複数枚引いていきたいところ。1枚、そどっち、ビアンカミオちゃんですね。はいはい。とではバナナキャラのみ出現。ここで SR 演出引けると激アツでございます。虹なんか出たらもっとやばい。あー、一番渋い。これ初回と2回目で運使ったパターンでしょこれ。テリー PR、 お、なんかでも PR はいい感じ。RRRRPRRR、 まあ悪くはないです。 PR に2枚ルツ全然 OK です。で、またバナナ SR ですね。さあ、どっちだ。今のところ22で出てるのかな。あ、複数枚引けないね。ビアンカ、ビアンカミオちゃんは多分余裕で45は作れる。さあ、SR 選択ガチャ券ですね。これね、選択ガチャ券がある分、確定外 PSR とか引けるとめちゃくちゃ熱いんですけどね。それは、さすがに厳しそうか。はい。最悪の引きをしました。では、PSR の選択ガチャ券ですね。虹来い。出ない。あ、収束したな。これ初回と20連目で完全に運使ったパターンですね。ビアンカ、ビアンカ、はい。というわけで確定分はこんな感じでしたと。 SR が、まあ2枚ずつですね。あ、ちげえわ。ビアンカミオちゃん3枚、テリーが2枚という感じですか。なるほどですね。で、ミオちゃんに関して、ちょっと、ちゃんとこれ別バージョン解放できるかチェックですね。まあできると思うんですけど、念のためチェックしておきましょう。あ、いけるわ。ちゃんといけますね。で、これ PR のミオちゃんすらないの。うわ、これミキサーしたパターンだな。さすがにミオちゃん来るとは思わないもんね。ああ、いけるな。なるほどね、承知いたしました。そしたらちょっと PSR のテーブル見て終わりましょうか。これによってどっちを50にするかっていうのもね、変わってきそうですからね。45でいいやパターンも全然あるんでね。さあ、まずテリーの方、こっちがやばそうなんだよな。あ、てか練習効果30かな、これ。いざよい確かそうだったよね。ドン。あ、違うわ。やっぱ技術ボーナス12急につくやつだわ。これはやばいテーブルでしたね。テリーの方がちょっと50の恩恵は高そうですね。はい。基礎ボーナス急に12入るのはね、ずるいですからね、これ完全に。はい。で、ミオちゃんの方が、ビアンカ優しめでお願い。お前もかい。お前も、あー、でも元から筋肉ボーナス持ってるのか。ただ基礎ボナつくのね。なるほど。両方とも50の価値高いな。ただまあ、ミオちゃんに関しては45でも全然良さそう。元から筋肉ボナス持ってるからね。はい。という感じでございました。はい。まあ、ガチャの引きは良くも悪くもなかったかな。
はい、まあどっちかって言ったらいい方だったかなと思いますけどもね。最後ちょっと失速したけど、まあ SR5 枚引ければ上出来でしょうという感じでね。はい、まあ改めてね、引くべきかとか、サクセスやったりとかやっていきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。テリーはちょっと私売れ乗り借りようかな。はい、では、今回この辺で失礼したいと思います。 See you。